17日大相撲春場所8日目、エディオン・アリーナ大阪。元北西方が暴力問題を起こした宮城野部屋の処遇について、所属する伊勢ヶ浜一門の浅香山親方、元大関海王は、こちらの思いは、教会執行部に伝えています。それがどうかっていうのはわからない、と話した。教会執行部からは、指定一括の転籍を提案されたと見られる。 まだ最終的なな結論にはいいっていない伊勢ヶ浜一門は宮城の親方元横綱白鵬をお伊勢ヶ浜部屋へ力士たちを大島部屋に転籍させる案を中心として日本相撲協会執行部に伝えたが12日に差し戻されていた。